そう、もう結論から言うと寝てました。もうなんか一回起きたのに7時に気づいたら寝てて知らん間に。ほんでおばあちゃんの電話で起きました。こよりショールームするんちゃうんかって言われ、もうほんまにすみません。めちゃめちゃアラームかけてたのに、5個以上アラームかけてたんですけど、もう止めた記憶もないのに、ほんまにごめんなさい皆さん。皆さん本当にごめんね、待たせてすぎて。ほんまにごめん、裏切りだよこれ、裏切り。本当にすいません。そう、おばあちゃんに起こしてもらいました。そうなんです。なんかね、もうごめんね皆さん待っててくれたのに、11時から。ライちゃんも、ライ、そうそう、ほんまにナンバじゃなくてよかった、自分の配信でよかったって思って。ありがとう、全然。ごめんほんまに、そうやんな、何があったんやろって思っちゃうよな。こよちゃん、こよまちゅう何があったんやろ。しかもさ、私さ、そうやったんや皆さん。ほんまにごめん、マジでさ、よかったほんまに。それなすぎる。そのさ、わ、そのさ、ナンバー新しい夜明け大作戦とかさ、ショールームのイベントじゃなくてよかった。マジで時間狂うから、あんな、こっち来て。ふう、もうふうもね、ふうはあんまり、ごめんなさい、ふうがちょっと、ふうはちょっとあんまり、ふうは一緒に寝てないから、こよちゃんと。もうさ、今日何曜日や、水曜日でしょ。だからさ、いやだからとかじゃないけど、そうそう、明日はさ公演なんですけどさ、皆さんどうですか、決めてくださいますか。ちょっとギフト読もう。ジネさんマイクありがとうございます。赤ブリカルブさんハートありがとうございます。シカイさん、シカルさん、かわいいのやつありがとうございます。ケンさんレインボースターありがとうございます。あ、そう、昨日は、ありがとう、来てくれる、30分は誤差の範囲内。ありがとう。来てくれますね、皆さん。そう、二瓶まなみちゃんの生誕なんで。けんちゃんさん、ハートありがとうございます。ハットさん、レインボースターありがとうございます。台風来てるんや。あ、らしいな、ほんまに。一瞬来ました。ありがとう。こよりんだけ皆勤賞ですね。そうです、今のとこ。まこさん、ペンライトありがとうございます。きんちゃんさん、ハートありがとうございます。ちねさん、レインボースターありがとうございます。ムーミンの日終わるらしいですね。今日ムーミンの日らしいですね。なんでな、なんで今日なん、しかも6月3日とかちゃうんや。8月8日？今日8月8日、ぶーちゃん。ぶーちゃん。8月8日かしら。たけぼんさん、ハートありがとうございます。めちゃくちゃ世代交代とお休み予定合うわ。あ、そうか。そやな、皆さん夏休みじゃないもんな。ごめんね、ちょっとあくびが出てしまって。6号が九州へ、7号はお盆中に関東に来そう。そうなの？危ないわ。うちさ、雨戸ないんよ。あ、あるわ、普通に。あったわ。見たら。あったわ。あんま雨戸閉めへんからさ、一気に部屋暗くなるから。なんか、フーとライが、
なんか外の景色を見るのが好きやから見れへんくなるのがかわいそう。もし雨戸閉めたら。明日の公演行きますか。ありがとう。あ、今日9日か。ほんまに最悪。私ちゃんと把握しような。なんか把握してない人はほんまにあかんな。ファンに心配されるコヨリンが愛らしい。台風も気をつけてちょ。ありがとう。もうな、コヨちゃんほんまにごめん。コヨちゃんさ、もう今日の一日の予定狂ってしまった。もうさっき起きたからほんまにごめんな。皆さんの予定も狂わせちゃったようなね。曜日感覚なくなっちゃうよな。そうなんです。あ、全然共感コメントじゃなかったわ。ムーミンの日、作者の誕生日でし、あ、そういうこと。あ、そういうことなんや。ありがとう。トーベヤンソン。ヤンソンだけ聞いたことあるんやけど。はちみつさん、ハートありがとうございます。8月9日。ありがとう。でもなんかさ、ムーミン時代の写真なんてないんやけど。どうしたらいい？どうしよう。候補生時代の写真とかないからな。一人の写真が。懐かしいですね。え、8月20とかに私応募したんかな。一次審査、書類審査ような気がする。え、今日は8月9日だからワイの誕生日です。え、そうなん。おめでとう、おめでとうございました。それで難波の高島屋でムーミンマーケットやってるのか。え、マジで。え、そうなん。そこの難波の高島屋。え、あのそこ、そこってやばい。あのあそこ、あの商店街通ってってとこ。そう、まだあるんです。コヨリンかわいすぎません。この状態ありがとう、嬉しい。今日が何日か何曜日がいつも分からなくなってる。そう、ほんまにやばい。昨日のイモティはレッスンにな。そうそう、レッスンにです。なんからテンナに似てきた。何それ。そやん、かわいい、かわいい、ありがとう。コヨタン今日もかわいいよ、ありがとう。優しい。私、オタク仲間から大量に63のスクショプレゼントされた。プレゼント？え、そのムーミンの時のショールームってことかな。なんかもうムーミンの時から見てくれてる人はあんまいないよ。あの、いるよ、一定数は。あの、今のファンの方の方が多いよ。だから多分レアだよ。昨日テンナのとこで言ってたサナって何なの。え、マジでわからん。めっちゃ急に思いついた、あの人物です。サナです。ケンちゃんさん、ハートありがとうございます。1年経つの早いね。早いね、ほんまに。え、ジュネットさん、レインボースターありがとうございます。応募してからそろそろ1年。そうそうそう、なんか応募した時の写真とかあやみ載せてたから、こういうのも載せたいなって思ったけど、普通に考えて学校の制服やから無理ですね。見バレ案件。ちなみにムーミンは妖精です。カバではありません。あ、妖精なのはね、こよちゃん知ってるんだ。実は知ってるんだ。ちねさん、ペンライトありがとうございます。劇場近くの高島屋で。え、じゃあ合ってるかも。小売がさ、結構前にさ、あのブログとかもバメでさ書いてさ、リンゴ飴屋さんがさ、あの出張店舗で来たとこやんな。あそこしかないよな、だって高島よ。食べたいです。寝坊ですか。そうです、すいません、本当にすいません。
おじさんは昨日誕生日やで。え？おめでとうございます。8月8日。そうそう、ムーミンの時のショールームのスクショ大量に。なんかさ、めっちゃさ、やっぱりさ、ちょっとさ、太ってるよね。太ってるくらい、ちょっと顔が。この背景やったらあんま分からんかもやけど、その今は貼ってないけど、そのムーミンって貼ってあった時の壁ならもうちょっと分かるかも。ちょっとね、顔がぷく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 なんです。二度寝起きからコンビニ行ったらゲリラ豪雨で帰れません。やば、マジで？あれですか、バババババってなるやつ、急に集中的に。あの時に帰る子いるよな、たまに。なんでな、もうちょっと待ちやと思うけど、何かしらあるんやろうな。ああいう時に帰る子おるよな、チャリで学校からテンダのショールームでこれより発見したサナですって言われてしまう。そうそうそう、なんか言いたくなっちゃった。土砂降りの雨降ってきた。どう見てもカバよな確かに最近ムーミンのグッズゲットしてないな。これだ、私のキーケースムーミンなんですけどね、ちょっと変えようかなと思ってるんですけど、いやでももう変えません。生地が柔らかくて素敵です。あの汚れちゃうくてね、白やから、ちょっとかわいそすぎて。あやみちゃんの応募写真、そりゃ合格するわというかわいさでしたね。え、それな、やばかったマジで。あれでもうええやんな、あれで合格やわ。マジかわいかったんけど、びっくりした、びっくりした、ほんまに原石すぎ。クヨタン推しになってからムーミンの映画とかひたすら見た。え、マジ？クヨちゃんも見てないんけど、見た方がいいな、クヨちゃんも。リンゴ飴のお店って梅田じゃなかったっけ。あ、梅田やえ、待って、阪急梅田や。あ、普通に間違えた、みんなごめん、語弊です、語弊なう、本当にごめん。やばいやん記憶。おはようみんな、今と比べたらお顔丸い。そう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 、全部顔につくタイプやからさ。こんにちは、ありがとう、笑ってるやん。おめでとうございます、ありがとう。 NMB に入ってシュッとしたんですね。そうです、知らん間に。いや、まあ自分で頑張ったのもあるんですけどね。お披露目までと初日までとそれぞれ体重を落としましたね。おめでとうございます。おじさんの誕生日は家族からもスルーされるもんね。こんにちは、これより前メロ来てる。そうそう、でもこれで今日は寝てない、とりあえず来たやつ。このね、これ寝るときちょっと耳がねボコボコする、だからちょっと上に上げるのが。バババッと雨が洗濯物あった。うわっ、かわいそう、やめなさい。ふーたがさ、こよちゃんがテンナからもらったメイクポーチ噛んでた。なんでそんなことするの。こんにちは皆さん、こんにちは。あやみちゃん、去年グッドスプーンで話したことあって絶対球技受かると思ってた。そうなんや、可愛かったもん。私も初めてセレクションで会った時、あやみちゃん今日のショールームサンタさん信じるって。え、そうなん、めちゃめちゃ可愛いやん。サンタさんはいるもんねって皆さん言っといてや、このショールーム見てませんように。いますんでね、本当に。昨日梅田で、私もリンゴ飴と思ってたの違ったけど、思った。そうやな、梅田やな。え、なんかリンゴ飴今来てる、まあ、ミユに来てる、ミユに新店舗。フーとライちゃん喧嘩しないよ、
もうオーディション写真って皆さんやっぱ気になるよね。そう、ちょっとストイックなんです。そうそう、その時はね。でも最近はちょっとね、まばめにも空いたんですけどね、いろいろあって梅田駅は迷宮迷路になる。むずいよね、朝ごはん食べてへん。みつきちゃん、レインボースターありがとうございます。昨日のてんなちゃん配信見て賢そうだったの来ました賢そうですか、ほんまに。え、でもなんかよく言われます、見た目は賢そう、喋らんときってな。最悪、終わったな。うこれリルームス更新してたよね。そう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 、夜に更新して、今ツイートしても誰も見やんかなと思って知らんかったんやけど、ちょっと後で、え、どうしよう、した方がいいか、ツイートした方がいいよね、絶対ツイートしたいと思います。うわうわうわ、はちみつさんバラありがとうございますね。長島にできた、そうそう、ジャズドリーム。なんかさ、ほんまにさ、昨日さ学校のさ話しててさ、めっちゃおもろかったよな、皆さんの学校の話。なんか皆さんの学校での武勇伝ないの、武勇伝。そうそう、見た目は賢そうってよく言われる。え、でもさ、こいちゃんさ、普通にさ、なんか中3の時はさ、なんかそりゃ頑張るやん、高校入るために結構頑張っててんけどな。でもなんかやっぱりなんちゅうか、1学期頑張らんと2、3学期しか頑張ってなかったから、中3。何やったかな、体育はでもな4と5やってん、ずっと。点数はな関係ないよね、体育あれ実技だよね。なんか自慢できることあった気すんねんけど、体育で。ライちゃん、ライちゃん、こら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 、ラーちゃん、よいしょ、こっちおいで、ライちゃんも、よいしょ、ライちゃんです。これでね、遊んでるんです、これで。これで遊んでました、一人。ちょっと、あ、抜けてしまった。ラーシュク、これ映らないのがちょっとね。ラーちゃん、ラーちゃん、ラーちゃんもやめなさい。取れてしまうでしょ、ラーちゃん。こっちにしよう。もうやめよ、やめよ、何も映ってないし、普通に顔見せてほしいし、ライの、ライの顔が映らないんでね。賢そう、ええやんもうほんまにあかんて、もうあかんて、最近ほんま。こんにちはみんな、あー、やめて、ライちゃん。あ、トライシンギングジワルデイズプリーズやって、いつか歌いたいですね。ごめんね、結構喉ガサガサ期間の方が多いけどね。もう私ね、あんまりね、ジワルデイズ聴いときます。ほんだらば、ほんだらば、ほんだらば、ほんだらば。昨日のコヨテン配信で私服ギャップのある子予定のデモデモポーズ、いつ会うかな、てんなと。ちかっぱの時とかかな。ライの手がたまに映る。あかんあかん、やめよ、見た目だけ。近所の公園で他校の生徒と対マンした、終わった。ハットさん、レインボースターありがとうございます対マン、やめよ、それはやめよ言い出しっぺ私やのに。中学以降は武勇伝じゃなくて黒歴史。あ、それはそう。あ、以降、以降って何それ。中学入る前ってこと。中学以降で何やか、高校からのことか。黒歴史なの、マジで。大丈夫ですか皆さん。でもなんかデジタルタトゥーとかはなくない？
皆さんの時代、皆さんの時代は。ライが飲み込みそうで怖い。こっち髪。あ、そう。そう、ライちゃん。先生に帰れって言われて帰った。あ、帰った子いたな。小学校の時とか。あ、帰れって言われてないや。言われてなくて帰った子。美術とテスト、美術のテスト97点やったのに4やったってこと。それ3学期やからとかじゃない？私3学期さ、なんか1学期2学期そんなに取ってなくてさ、3学期だけさ、87とか取ったんかな。でもね、43やったわ、3。4じゃなかった気する。あ、そうそう、4じゃなかったんや。そうそう、美術と音楽が、どう頑張っても3でした。あ、頑張ったんやけどな。なんで？いや、頑張ってなかったんかな。いや、分からへんな。美術と音楽だけ3やってんの。自分が悪い。なんか音楽のテストはマジで、あの、あれが悪かった。なんか、あの、相性悪かった。どんな勉強しても全然分かんないんですよ。ほんまに。あるよね、相性。ライライ、学校のマラソンはコースがみかん畑やから、みかん畑に時間まで隠れてた。マジで？でもなんか追走で、なんか一個上の子たちかな、なんか2周走らん、あ、やめて、家が映る、汚いでしょ。家がなんか2周、家がじゃない、2周走らなあかんところがあるんですけど、その子たちは1周走って、そこに座って先生がいるとこの手前で、で2周目の子たちが来たら、その子らの一番後ろについて行ってましたよ。うわ、ずるいなーとか思いながら、もう何も関心もなかったんで、その人たちに。帰りました。校舎の屋上で科学実験やって、天井にひびが入った。屋上でやって天井に、下に響いちゃったってこと？おらーちゃん、やめなっちゃい。陸上部に混じって 1500m 走に出て、銭湯を、トップバッターってことですか？戦闘？携帯充電したら、東電やぞ、なんとかやって言われて反省も書きました。ほんまにやばい、ほんまにやばい。え、なんかさ、てかさ、なんかさ、こよりのさ、高校さ、クロームブックあるんやんか。まあ大体あるか、クロームブック、なんかパソコンあるんやんか。そのパソコンに、なんかパソコンをしまうところにもう充電の紐がついてて、それぞれ30、40くらい。それでその紐に毎回しまうたびに、しまうときにもう充電するっていうシステムやねんやんか。ほんならさ、なんかそのさ、パソコンを取ってさ、パソコンと携帯をつなげて、パソコンのエネルギーを使って携帯充電してる子ってさ、え、それはどうなんですか？東電ですか？間接東電ですか？間接東電。え、ビビりましたね。それはさすがに、なんでクロームブック使わん授業やのにずっと机の中入れてるんやろって思ったら、線と線つながっててさ、携帯に。わーおってなりました。まあ何も言わないですけど、それ関心ないんでね、その子に対して。後頭部ラチュの後頭部かわいいよな。ラチュ走ったけどゴール時はビリだった。あらあら、トップバッターしたけどってことか。今日はライちゃん見れたから、お空がゴロゴロしてきたって。ライちゃん、また雷の神様やもんな。ライちゃんかわいい。早く顔を見せたいんですけどね、カメラ外に行きたすぎてね、この子たち。中学の時、重役出勤しすぎて登校時間に間に合っただけで校長先生に握手されてた。重役で合ってんのこれ。すごいね、それ。クヨちゃんはね、遅刻ね、したことね、
あんまりないよ。中学っしょ。中学っしょ。え？中学やんの？分からへん。もうな、忘れちゃった。でもめちゃめちゃ頑張ってたよ。うちのピースが反応する。猫ですか？これに？コスプレして中学に帰ってました。今マジでどういうこと？盗んだバイクで。そうなん？マジで？中学校から携帯あったけどな。あ、そうなんや。あ、そうやったんや。あ、ガラケー？ガラケーさ、なんか私らの時代も持ってた子いたよ。小学校の時とか。ブームさん、ハートありがとうございます。フータ来た。フータパラ。もう今日は猫ちゃんパラダイスですね。にゃんこパラダイス。にゃんパラです、にゃんパラ。デジタルタトゥーどころか携帯もパソコンもまともになかった。あ、そっか。ガラケー知ってますよ、こよちゃん。ちょっと憧れててんけど、なんかガラケーのもう一個先みたいなやつあるやん。なんかスライド式、画面は普通にお、なんかこんな感じでさ、重なっててさ、打つところとでカシャってスライドするやつ、それを母ちゃん持ってて、ガラケー見たことあるけど、見たことあるけどな。お子様携帯、これよりお子様携帯作ってボタン1個しかないやつ、どうやって操作してたんやろ。あの時ボタン1個しかないのどうやって操作してたんやろ。若い頃デジタルタトゥーだったら死んでるわ。ブームさん、ハートありがとうございます。何それ、マカラヘ演説。カバンが3年間持たなかったね。リュックで帰った。あ、そうなん。私は持ちましたよ、一つのカバンで。小耳打ち。音楽の時間の合唱苦手だった。マジ、私ピアノの一番前いてバカデカボイスで歌ってた人やけどな。バカデカボイス。かん、あー、やめてやめて。あー、指出し、まあ、丸写し機はあかんな。美術だけは中学と高校ずっとオルゴやった。すごいな、それすごいわ。音程が一人だけ違った。多分私も外しまくってまして、外してたけど頑張って歌うことも大事やね。なんかヤンキー多いんか。ブームさん、可愛いのありがとうございます。犯罪者言われた。私は犯罪を犯しましたから、始まる犯罪はやばいっしょ、やばいっしょ、マジで。遠出なるんか、そのパソコンからつなぐやつでも。頭いいね、その子いいんか。まあいいよな、いいよな、それはもう。モバ銃くらい持ってきてほしいけどな。恥ずかしない、そんなもん。ほんまに、ほんまにやで、ほんまやめてほしいわ。高校の時スマホ持ってる子は産ましま、あ、私もでもなんかガラケー持ってる子かっこよく見てて、早めに早めに。クラスメイトに関心なさすぎね、思った。ほんまに喋らんからな。なってる？早弁ってそんな問題になるんや、やばいね。そう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 、遅刻遅刻。中学な、中学はまあ頑張るよね、やっぱり。やっぱ頑張るよね。居眠りしやんな、こよちゃん。でもなんかほんまにめっちゃ眠たい時はあるよ、そりゃ。もうやばい時とか、もうなんか原社とさ、日本史の授業さ、なんであんな眠たくなるんやろ。いや、ほんまに授業がつまらんとかじゃないと思うね。なんかな、多分時間帯なんやと思うね、その授業の。もうね、やばい、もうこんなんずっとこうやって。でこれさ、日本史さ、窓際の席やからさ、
めっちゃポカポカしててさ気持ちいいんよ、一番後ろの窓際で。もうやばいやばい、こんなトロトロけど頑張ってます。もう頑張ってますよ、もう授業態度くらい頑張らな、やばいっす思って。ほんまにふーちゃんの尻尾はいつもピンとしてるのね。確かになんかカメラ意識してんじゃん、いつも垂れ下がってますよほんまにスライドの携帯、そうそうボタン1個のねやつを使ってたんですよ、ポケベル。初見さんもありがとうございます。お家がライちゃんによって少しずつ見えてる。それなほんまにやねんけど、こっち側はやばいやろ。美術はオール C で2位やった。え、そうなん、いいじゃんいいじゃん、そんな美術は美術そういうの得意な子が5を取ったらいいんだよ、その子らのためでしょ。あるの中学のマラソン大会は近くの湖一周8キロすっげえな、8キロ、なんやと思ってんのほんまに、体力体力なんやと思ってんやろなほんまに今日もショールームありがとう、ありがとうございました。頑張ってお仕事。それでも起きようとするの偉すぎ、ちょほんまにほんまにやばくてマジで。でもさ寝てんの恥ずかしいやん、まずあのもう最近学校でもうマスクももうほんまに義務になってきて結構外す子が多くて、私ももう暑いから外すことが多いんですけど、もうもしそれで寝てよだれ垂れてたら恥ずいっしょ。そういうのもありますよね、やっぱりプールの後は絶対寝るよね。プールの後もう分からへんな、プールの後どうなるの、プールのさ、もしさプール遊びに行った時にさ食べるラーメンってめっちゃ美味しくない？最近たプール行ってないけどな、マジで行ってないから。そうトロトロやった、ずっとやばかったよ。黒電話、黒電話の時代、数学の授業眠すぎて窓の外のガラスと見つめてた時ある。そうなんや、窓の外何あるんやろ数学の授業、数学の授業はさ、でもさなんかさ順番にさ当たる形式やったからさ、そうそうそう、今は夏休みやから、そんなこと気にせんでいいけど。あ、そういえば席替えの席確認しました。いっちゃん窓際じゃない方、通路側、通路側の前から 5番目、え違うよそれ、3番目4番目くらい、通路側の前から4番目くらい。もうどこでもええわしな、ほんまにどこでもええねんほんまにどこでもええねん、席替えの席なんて。ハトさんジュースありがとうございます。ドタバタそうそう追いかけっこしてる風トライ。ザラシのテスト用紙によだれ垂らした時ね、よだれ垂れるよね。なんかうちの猫とかもね絶望やった、恥ずかしいねそれ。うちの猫もねよくよだれ垂れてるね、口元が。ライちゃんがすごいね、プールの売店で売ってるカップラーメン。え、あそういうこと、カップラーメン食べんの。私はそのプールが作ってるラーメン。学校に犬が入ってきただけで、え学校に犬入ってくることがまずないんやけど。ブログのコメント毎回してるのに最近弾かれがち。え、そうなん？誰が更迭してんの？アベーバの人。こんにちは。今の時期日焼けせんし窓際ちゃう方が確かに、確かに確かに確かにそうやな。もうクーラーもいらんしな正直。9月とかなったら、だから窓際で結構 OK。 で窓際さなんかさ廊下歩く子と目合うやろ。いや黒板見ろって話ないけどね、ちょっと恥ずかしいよねそれ、恥ずかしいよねやっぱ窓際。待って待って、私その待って、前から4番目とかやったらさめっちゃ窓のとこかもしれへん。窓がさ、ちょっと何してんの、ふうらん
窓が2個あるんですよ、大きい窓が、こっちとこっちに、あの窓際のね。え、ガバって開けたらさ、ちょうど4番目かもしれへん、もしかしたら。え、丸見えかもしれへん、どうしよう。まあそれは夏休み明けにいますわ。もしかしたらちょっと記憶し、あ、待って、事故やん。もうなんかやばいんですけど、すみません、本当に誰もいなくてよかった。暴れ散らかしてるよ。4列目なら先生からのレッスンがたくさん来る。え、来るか。私でも先生とめっちゃ目合うんやけど、私が見すぎなんかな。多分みんなが下向いてるからやろうな。みんなね、あの内職してるんですよ、内職。わかる？あのね、英単語帳ずっと見てんの、みんな。何かの授業でも。私はただ真面目に聞いてる。先生の顔しか見てない。もうだからさ、先生の顔見てる人が私とさ、他の数人しかおらんわけよ。だからさ、もうずっとその人ずっと目や、うん、みんな内職しないで。ずっと英単語帳見てんの、みんな。ほんまにほんまに。仕事してくる、頑張って。今日はここの役かやから手書きとかない？私何番や、出席番号もう分からへん。何組やねん、ほんで。もう待って待って、え、何組こよちゃん。え、また褒め乗せたぞ。え、出席番号何番なの？でも窓際の一番後ろやんな、私。え、5番じゃない。え、いつかやから板垣とかない気する。ないないない、多分ない。それで当たったことないかも。まず板垣あんま当たらんな。なんや、答えられへんと思ってんのか。嘘学校はおしゃべりと寝に行ってた。すごいな。え、解禁はすごい、解禁はすごい。体調すごいね、体調管理。ソフトテニスで全国大会行ったけど、実質学校のなんとかかんとか東京観光。え、すごい、めっちゃいいやん。すごいな、そういうの。野良犬入ってきたことない。マジで丸見えやった家、ほんまにやばいんやけど。学校から新幹線の線路近くて、ドクター E なんとか音で分かること。すごいね、耳がいいとか、なんかすごい。マジで見てますよ。電子辞書で夏目漱石とか読んでた。ちょっと待って、え、こいちゃんもさ、電子辞書でさ、もうどうしても無理の時な、どうしてももう待って、何、あ、自習の時とか、さすがにね、リトルチャロみたいな、リトルチャロ電子辞書で英語の教材やねんけど、一応リトルチャロ見てます。あれな、英語の教材な、ほんまに。なんか英語で喋ってんかな、リトルチャロやろ。ちょ、電子辞書多分学校に置いてきたからないかも。え、電子辞書あるかな、ちょっと待って。あったあったあった、この電子辞書で。私リトルチャロめっちゃ見てるんですよ。充電の減り早いだから、ほんまに。だからさ、隣の席の子とさ、あのさ決める、なんか英単語調べてみたいな時さ、マジでさ、あの私しかさ持ってない時にさ、あ、ごめん、電池切れてるわ。それ、ほら、こういう感じでリトルチャロめっちゃ見てます。ほら、電池内表示出されます。リトルチャロ見すぎて、ほら、リトルチャロ見れるんですよ、これ。一挙放送、一挙配信。めっちゃお腹鳴るんやけど、ごめん。ほら、リトルチャロ2とかもあるからね。ほらいっぱいあるから、一挙放送やから、これ。一挙放送、これ全部見れます。一挙放送なんで。こいつ宿題しやなあかんって、宿題しやなあかん。仕事お昼だお。週13年オリックスオブスにありがとうございます。アミタンが可愛い服着てる。え、そうなん。あ、着てたね、シャツやろ。こいちゃん何組、え、多分2とかやった気するんやけど、分からへん、多分な。教室は多分分かる。
マジで間違えて2年生のとこ行ったら嫌やな。恥ずかしい。恥ずかしいとかじゃないよな、もうなんか開き直るような、もうもはや電子辞書マジで勉強してる風になるから助かるよね。終わった終わった、メロディーですね。それちょっとなんかね、うちのね、小売のね、あれね、ノートとかあるんですよ。ノート結構ノートとかにね、追いかけしちゃったりしてます。これこれとかね、うまいね、結構うまいね。俺電磁内です、電磁内表示やめてください。こんな感じで追いかけしてます。結構うまいね、うち結構うまいね。これふーちゃんライちゃん書いてますね。結構うまいね、結構うまいね。これもうこんくらいかな、お絵かき集はあんまり使ってない、正直正直言うとな電子辞書使ったことない。え、使わな、高いやん、 めっちゃ高いやんこれ、ほんま。何のシール、これまゆめちゃんですね、ドンキホーテですね、俺が使った。え、違う、そう、一挙放送もう全部入ってる、2も入ってる、珍しいから、ね、こいちゃんの生誕祭で母ちゃんが、こいちゃん学校生活はほとんど寝てるって、俺もほぼ寝てた。そうそう、学校で寝てなくて、学校から帰ってきてからほぼ寝てたんです。マジでしんどすぎて、行くだけでしんどい学校、ほんま。どんな気持ちで行くねんみたいな感じ、結構気持ちが暗かったんで、高1高2の時はもう輝きましたね、やっぱり NMB 入ってから世界が。スケーモンさん、バラありがとうございます。メンバーで夏休みの宿題順調に進んでるんやろか、どうやろうな、ほんまに聞いてないわみんなの事情私もお絵描きしてた、友達は知るときで、あ、友達とすんの、すごい、そうそうそう、結構うまいねやって任天堂 DS かと思った。確かに私でも DS 持ってないぜだったんですよ。ほらこれタッチペンとかもあるからね。え、タッチペンこそめっちゃ DS っぽいやん。でもこいちゃん DS 持ってなかったからさ、マジで何して過ごしてたんやろ、たまごっち命みたいな、たまごっち首からぶら下げてました。そうそう、いろいろできるんです今の電子辞書って。私も小夜町と出会って輝いたぞ、ありがとうご飯食べよう。確かに結構してるね、おやちゃん。あ、13分、あ、43分も結構してるんや。じゃあちょっとそろそろ13、本当はあのもうちょっと早めに終わる予定だったのに、ごめんね皆さんのあれ予定崩しちゃって本当にごめんね。こうやってさ、今日さ、お昼さ、あの自分でさマック行ってさ、あのハワイアンビーフ、あのざく切りポテト&ビーフバーガー食べようと思ったんですよ。ちょっと時間狂っちゃったんで、ちょっとどうしようか迷い中。皆さんお昼何食べるの、何食べるの。こよちゃんどうしようかな、ざく切りポテト&ビーフバーガー食べたかったんやけど、どうしようどうしよう、どうしよう TV。これは母が入れてくれた喉飴セットですね。なんか急に喉がカピカピになるんですよ。カピカピチクーなんかカピカピになるんですよ。なんか喉の水分をなんか手でなんかこうやってされるんですよ。全部取られてってなって、咳止まらんくなるんですよ。それマジダメなんで喉飴入れてもらいました。よし、わ、もう最後にコメント読みますわ。なんかおもろいコメント来てそうやけどねえ、たまごっちおもろい、ピンク持ってた、ピンク。オイレの時代はガチの辞書で、誰が一番面白いことを見つけた対決、すごい面白そう。もう紙の辞書はマジで使わん、2階にしまってますね。電子ってのがまずないんかね。ありがとう、楽しかった、今日もおもろかった、ありがとう。学校は自分の夢資格取るため、中学まで嫌いな勉強、高校で頑張った、すごいわ、おめでとう。逃げないのが偉すぎます、皆様おもろかったで。カルボナーラ食べんの、ありがとう。少しもありがとう。朝ごはん食べてないからパン食べるしろ、こいちゃんも朝ごはん食べてない。お昼スパもみにぎり食べた、スパもみにぎり、そうめん、モスバーガー、
アーモンドクリームバン。今日はラーメン行きます。え、待って、マック行ってガーリックシュリンプのやつ食べようとしてる。え、マジ？こうちゃんもね、ガーリックシュリンプも好きなんやけど、ロコモコまだ食べたことなくて、どんな味なんやろ。あ、でもこうちゃんはざく切りポテト&ビーフがもう大好き。マジで中3、高1の時に初めて食べて、ざく切りポテト&ビーフ、なんか毎年出てるの知らんくて、高1の時に初めてざく切りポテト&ビーフ、あ、初めて出たんか、その時に、高1の時に、2年前、ざく切りポテト&ビーフに出会って、え、待ってみたいな、え、これやばいみたいな思って、なんかこの気持ちを失いたくないと思って、美味しい美味しいって思った気持ちを、なんかマクドの紙にくるまれてるじゃないですか、正方形の、その紙を取って引き出しに入れてました。なんかその気持ちを忘れたくなくて、美味しいって思った気持ちを、うん、ほんまに嫌やけどな、写真撮ってって話、それこそなんか紙を取ってましたね。さすがに今は捨てたんですけど、多分 2枚くらい取ってましたね。ほんまに嫌やけどな、ほんまに嫌、めっちゃ美味しかった。ほんまにマックでポテトとチキンナゲット食べました。え、ハンバーガー頼まない人おるよな、たまに、あのサイド攻めする人サイド攻めする人おるよな。スパイシーベーコンポテトパ、あ、食べたで、食べた、公園の時に食べた、簡単なんやけど天ぷら切る、お、気をつけて油には。のかちゃんさん、ハートありがとう。めっちゃ痛いの、喉がね、龍角散もね、結構食べてた、中3の時狂ったように食べてた。美味しいですよ。初代卵中はトイレを流すだけのゲーム、そうなん、昼休みラーメン食べに行って、え、すごい、なんか楽しそう、そういうの。くーちゃんらいちゃんの暴れっぷりが楽しかったで、今はちょっとなんか疲れたんか、ゆっくりここで寝てます。麻婆豆腐一から作ってる、え、すごっ、すごい、1からの1がまず分からへんねんけど、豆腐大豆すごい、ロコモコ美味しかった、マジ早く食べたいね。マクド食べたくなる、飯テロですね、商品ないけど。マクドさん大好きだけど、ざく切りポテト&ビーフまた始めましたしな、え、マジで、あ、マジ人生変わる、マジ人生変わる、シンプルに。それこないだ食べて美味しかった、え、やばいよな、え、そう、ほんまに神を取ってました、ほんまにやばいよな、独特、もう独特というか、もうなんかおかしいよな。ハンバーガー食べへんけど食べへん、もうほんまに美味しい、え、ほんまに小百合はほんまに大好き、ほんまに大好きやね、ほんまに変やな、それはさすがに変やと認めちゃう、自分のこと。マクド読みただけで少し親近感、マジ、どっちも言うかもな、でもそう、ラップ紙って言うんや、そうやそうや、ラップ紙を、そう保存。ナゲット今安いよな、なんかソースがさ、なんか燻製卵やっけ、なんか気になる、ちょっとサイド攻めね、サイゼでサイド攻めする、あ、マジ、私とテンナは絶対あれ食べる、エスカルゴ、いつもダブル肉厚バーガーは注文するよ、あ、それ食べたことない、サムライマックも美味しいよな、話変わるけど。ブームさん、ハートありがとうございます。え、ざく切りポテトのやつ調べたけど辛い？え、辛くない気する、ガーリックシュリンプの方がちょっとピリ辛やった気する、辛くない。金ちゃんさん、だるまありがとうございます。麻婆豆腐の素使わずに豆板醤とか使って作ってる、あー、そういうこと、めっちゃ美味しそう、麻婆豆腐食べたいな、こよちゃんも。大豆栽培からはハードモードすぎる、そんな今から作ってくるわみたいなノリじゃないよな。チキンナゲットのソースいつの間にか増えてね、増えてるよね、毎回さ、新作とかめっちゃ美味しい。ケンちゃんさん、だるま100個ありがとうございますね。豆腐からはさすがに、サムライマックの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフもマジで世界ける、え、わかる、え、めっちゃわかる、定番化されてから初めて食べたんやけど、マジで世界が変わった。でもさ、あれとさ、ポテトとさ、ドリンクのさ、セット頼んだらちょっと罪悪感あるから、結構ボリューミーすぎて、私はいつもあれ頼むときは単品ですね。そうなんですポテトはどこのが好き？どこでも、え、ケンタッキーのポテトってあるんや。ポテトは何でも好きですね。
ポテト何でも好き。辛くないんか辛みが苦手な方はって注意抜き。え、マジで？え、辛かった記憶ないんやけど。もしかして、え、もしかして辛いんかな。今年食べてないから忘れてんのかもしれへん。いや、でもそんな耐えれる辛さやと思う。辛いのはベーコンポテトかな。ザク切りポテト&あ、ベーコン入ってるっけあれ。ザク切りポテトベーコン&ビーフやっけ。明日仕事終わったらご褒美で麻婆豆腐食べる。え、めっちゃいいやん、食べたいな麻婆豆腐。ちょっと待って、めっちゃ長く配信してるね。ごめんね皆さん、大丈夫よ、私は大丈夫やけど。バーガーはモス、サイドはマック、2点も持って食べてる。そうなんや、どっちも美味しいよな、それぞれの良さが。おっさんはチキンタツタ子さんぜ。チキンタツタ食べたことない、食べたことないわ。マジで挑戦、こういうとこ挑戦し合う人なんよな。なんかはま寿司のポテトしか買った、めっちゃ美味しい。え、最近のり塩なくなったくない？ちょっとショックやな、私のり塩ファンやからさ。どんな話やねんほんま。じゃあ夕方の倍にはしたことない。え、倍にしたことないねん。そうそう、ちょっと罪悪感があって、そうそうそう、大丈夫大丈夫。本当に一番好きなのはソーセージマフィン。え、あれソーセージって言ってるけどさ、ソーセージじゃないので合ってる？私この前朝さ食べてんけどさ、美味しいよな。でもチキンクリスプのコスパには何も勝てん。それはそう。え、てかほんまに昔100円やったのすごいよな。100円より安い時もあったんですか？私が知る最低価格は100円なんですけど、マジで中学の時は100円握りしめて、いやそんなわけないけど、さすがに財布持ってたね。財布になんか500円あれば豪遊できる感じやったよな。マック行ってなんかポテト L サイズ190円の時あったから、クーポンで190円やろ、でチキンクリスプが100円やろ、でタース290円やろ、でシェイク S サイズ飲んで120円やろ、だから410円なわけですよ。410円、それで410円やろ。あー、だからもうちょっといるな、もうちょっといるわ。510円握りしめれれば豪遊できましたね。その L サイズポテトチキンクリスプ、マックシェイク S、 あと100円残ってるやろ、510円持ってたら。あと100円で、あの4人でプリクラ撮ったら400円で割り勘でプリクラ撮れる。でも最近のプリクラは500円なので割るときになんかちょっと厳しいです。最近500円やから全部。朝マックはほんまになんか自分なんか優雅やなと思いながら食べれるから、ほんまに好き。そんなしたことないんやけど、朝起きたことないから。なんかリハ期間の時とか早起きしてあっち行ってたから、レッスンあれマック、朝マック食べてた。マックドは朝がね、あのあれめっちゃ美味しい、あれハッシュドポテト60円の時、マジで100円やったらマック行こうだよね。あー、チョイマックとかもね、200円だったもんね、チョイマック。懐かしい。フィレオフィッシュの場合なら罪悪感薄い。マジ？そうなん？フィレオフィッシュってカロリー低いの？お魚さんやからかな。ハンバーガー50円とかあったって。そういえばこれさ、ハンバーガーの無料招待券みたいなの持ってんねんけど、でもさ、マジで軽くさ、数十年前、そんなわけないよな。私が中学くらいの時にもらったから、母ちゃんに。しかも母ちゃんも誰かにもらったやつやから、もうボロボロなんですよ、紙が。使えるのかな、ハンバーガー無料招待券。今やもうマクドさんは貴族の食べ物になりました。まあ食べちゃうけどね、めっちゃ美味しいもん、大好きです。本当に美味しいよね、もう本当に。100円マック10個食いしてなんとかなんと、楽しそう、楽しそう。それ瀬戸の誠司さん、包みありがとうございます。店でも最近100円じゃないの知ってビビった。こいつ100円じゃない時代しか知らんかもしれへん。120円とかじゃない最近、それしか知らんかも、その時代しか。でも100円やったんかな、分からへん。あのミスドのタピオカめっちゃ美味しい。今あんまないんかな、ないんかな。チネさんハートありがとうございます。小学生の時ハンバーガー63円。そうなん、
そんな知らんわ、こより500円のプリクラね。えプリクラなんでプリクラまあ撮るんやけどね。でもね最近ねほうちゃんと撮ったんですけどね、ほうちゃんとほうちゃんに許可取ってないんで、まあ多分いいと思うんですけど、 NG なしって言ってるんで、いやあるでしょさすがにって思うけど、まあ、ほうちゃんとのプリクラもいつか載せたいですね。ライちゃんが珍しくお腹出して寝てますね。昔は3パチセットあって390円でハンバーガー、ジュース、ポテトのセットが食べて、神世代やん、神世代朝マック持って学校行ったらやばいやろ。え、でもなんかあのテスト期間中学校行って勉強できるんですけど、てかなんなら今も自習室開放されてるんですけど、学校のあのマック持って行ってましたね。でもそれはさすがに人が大勢いるところでは無理なんで、友達と2人で教室行って食べてましたね。マクド持って行ったことある、学校に打ち込み OK。 ハッシュドポテトね、あれ 朝早起きした時に食べれるやつ。マックグリドルは食べたりする？え、まださ全然さ区別とか、朝マックあんましやんからさ区別が分からんのよな。グリドル調べとくわ。マクドの CM 狙うかマジでめっちゃ食べてたからな。週5くらいで食べた時あるからな、中学の時。これガチ、これガチな、もうこれガチマクドの誕生日パーティー経験した人いますか？いますか？こうちゃんはないんやけど。こんにちはね、プリクラ乗せたい今。フレッシュネスバーガース、何それ何それ、ちょっと知らんかもしれない。学校にピザ宅配してもらったことってある？ないな。そんなしてみたいないつかそんな勇気ないです。私はお弁当です。お弁当を持って行って食べてます。それかスナックパン早食いしてます。早食いじゃない、早弁。1軒目と2軒目の間によく食べてます。私はスナックパンを2000人以上来てる。本当だ、結構してるもんね。だって1時間くらい、あ、1時間しかやってないの？こいちゃん、え、多いねこの時間帯に。すごい、皆さんこんにちはめちゃめちゃマックの話しかしないんじゃん今入ってきてくれた人は甘いやつ食べたことない。あ、食べたことないわ。ほんだら食べたことないわ。ハッピーセットみたいな顔してるって言われたから、ほんまにどういうこと、ほんまにどういうことやねでも褒め言葉に近いんじゃないですかそれ。ハッピー、ハッピーでしょそんな落ち込まないで。今日も可愛いね、ありがとうこんにちはチキンタツタ大好きまやけど期間限定なんか残念。分かった分かった分かった、食べたことある、食べたことある、天奈と食べた気する。チキンタツタのゆず食べた子より、この前のワンピースコラボしたやつか。こよりのせいでドライブスルー入ってもった。え、マジ行動力いいね週5、そう、ガチ週5、ガチ週5やねんけど。マクドの店内放送みたいなの出られるといいねこんにちは、こよりです。私のおすすめはチキンクリスプですよく、でもよく食べるのは、あ、違う、私の青春はチキンクリスプ意味がわからんだろ。私の青春はチキンクリスプとか言ってみたいけど、マクドの店舗でハンバーガー作り体験できるのやったことある？ない、なんか聞いたことあんねんけど。職場体験かそれ。フランス語でマクドはマクド。え、そうなの？こんにちは、こんにちは。小池の言い方、小池のセリフやってみたい。うちもこの年になると、なんていうか、いろいろ現実見えてきたわみたいな。彼氏を限定式で見てたんやけどみたいな。やってみたい。宅配ピザめっちゃいいよ。いいな。わ。スナックパン食べてたら口パサパサ。え、ならんかな。ならん。明日の公演ありがとう。ありがとうね。マクドの広告担当板垣さん。ほんまにマクド好きよ、こよちゃん。昼休みの時間やからみんな見に来る。ああ、そういうこと。お疲れ様です。こんな状態で申し訳ない。あ
後でマック行こう、みんな行くやん、めっちゃそれっぽい、ほんま鳥みたいな青春とか絶対言わんといて初見です。明日マクド食べてから公園行こうかな、なんか苦しいかな、どうやろう、こうちゃんでも今セット食べれるか不安やわ、小食小食ちゃうなったからなんか小学生くらいまでタダで体験できるの、え待って、なんかほんまにめっちゃ聞いたことあるんやけど、それえなんでこんな聞いたことあることあるんやろ、してみたか、してみたいな、ドナルドのコスプレよろしく、ドナルドなんや、クルーさんじゃなくて、小池さんがガリガリ君になってたわ、あれもともとガリガリ君じゃないんですか、一人でガリガリ君かって食べてました、小池あんた何度かの一つや二つも言えへんの、小池小池やってみたいです、まだ2週間出てる公演行けてない、あれ8月17やっけ、2週間出るくないですか、17じゃないか、ヨシミンのツイートに書いてあった気がする、よいしょ、マクド美味しいよね本当に、なんか普通に店舗に張り紙貼ってたりするけど、マジマジで17日にしよう、あ、そうやそうや、ありがとうありがとう、17日にしようまか、にしうまちゃんです、ね、なんだろう、皆さんでは17日に、皆さんじゃないか、なんかやたら鼻かゆなってきた、じゃあそろそろちょっと終わりたいと思います、そろそろ終わりますね、そしたらふーちゃん、ライちゃんちょっと寝てるのでわざわざ起こすのは申し訳ないんで、10、15、17の世代交代、13日チカポ祭り行きます、てんこ盛り、うわいっぱいいっぱいやん、もうそれはいっぱいやね、こよちゃん全部出ます、こよちゃん全部出ますヨロピクミンです、皆さん全部出ますんでよろしくお願いしますじゃあじゃあそろそろの壇上読みます、はい、13位おぎおぎさんありがとうございます、12位まことあっとカロコロッケ店長さんありがとうございます、11位リズちゃんありがとうございます、10位坂組さんありがとうございます、あーなんか変わったんやけど順番、オーマイゴーシュ、読み直します、13位坂組さんありがとうございます、12位ユーアットラビットムーミンと川里さんありがとうございます、11位まことあっとクロッケ店長さんありがとうございます、10位みそたこちゃんありがとうございます、9位おぎおぎさんありがとうございます、オーマイガー、8位ブームさんありがとうございます、7位けんちゃんさん、あ、けんちゃん、あやみんさんありがとうございます、6位しげやんさんありがとうございます、5位まこさんありがとうございます、4位けんさんありがとうございます、3位ハットさんありがとうございます、2位みつきありがとうございます、1位ちねありがとうございます、ありがとうありがとう、こよちゃんがいるのでいきます、ありがとう、プップップありがとう、チケセンの通知音とか変えれんの知らんかった、チカッパはいけないけど公園は行きたいな、ありがとう、チカッパも楽しみ、フルフル稼働こよたん楽しいです、毎回台風だけが気がかり、台風なぁどうなっちゃうんやろ、今日も配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ今日はたくさんの方が見に来てくれましたね、皆さんありがとうございます、よければルームの、このルームのフォローとツイッターのフォローよろしくお願いします、連携してますんでよろしくお願いします、ツイッター飛べへんのか、別にショールームから板垣こよりで検索してくださいありがとう、見に来てくれて、明日は公演や、明日公演やな、ありがとう、ごめんね、ほんと私寝坊やろうしてやって、ほんとにごめん、ほんまに大失態だわ、ありがとう皆さん付き合わせてごめんね、ありがとう皆さん。
またね。15日よろしくね。ありがとう、応募してくれるの。ありがとう、配信。ルームス。ルームス、心のよりどころと、モバメのこよりんのお便りやってますんで、よろしくお願いします。こよちゃんの感性で文字打ってます。じゃあね。バイバーイ。皆さんもお昼ご飯食べてね。またねー。バイバイ。